昨日開幕した野外音楽イベント長岡米百俵フェス。アーティストの演奏を間近で楽しめるだけでなく、長岡さんの米を使ったおにぎりなど豊かな食を楽しむこともできます。公演の最後に長岡花火が打ち上げられるのも見どころ。昨日は長岡の児童の合唱に乗せてスターマインが打ち上げられ、会場を盛り上げました。本当になんか落ちてくるみたいでびっくりしました。スマホで撮ってたんですけど、原型画面に入りきらなくて、なんかもう火の粉が飛んでくるかと思いました。長岡米百俵フェスは明日まで、当日券も用意されています。